バテンカイトス2始まりの翼と神々の獅子は2006年2月23日にニンテンドから発売されたニンテンドゲームキューブ用ゲームソフト2003年12月5日にニンテンドゲームキューブ用ソフトとして発売されたバテンカイトス終わらない翼と失われた海の続編本編は主人公達が現代と過去往来して 前作では語られなかった神々の対戦とマルペルシュロの謎を解明していくシナリオになっている。戦闘システムは前作と同様にマグナスを用いて戦うがシステムは全く異なっている。開発は前作同様モノリスソフトとトライクレッシェンドの共同開発。音楽も前作に引き続き桜庭光が担当している。 当初は2005年12月に発売する予定であったが、発表直後に発売延期となり、後に2006年2月23日発売という形になった。任天堂が発売したソフトで唯一日本と北米のみのリリースであり、ヨーロッパとオーストラリアのリリース予定はない。北米版でのタイトルはバテンキトスオリジンズ。キャッチコピーは綺麗な嘘と汚れた真実。それでも、 僕たちは生きてゆく。舞台は、前作、バテンカイトス終わらない翼と失われた海より20年、前の帝国アルファルド。帝国の裏の顔とも言える暗黒部隊に突然緊急召集がかかった。作戦室に並ぶ、舞台員たちの中に詐欺もいた。その夜彼らに下された任務は、自らの国の主、帝国皇帝王冠の暗殺だった。 新入りのみで国費の任務に就くことになった詐欺は、周囲からの反感を買いながらもパートナーの議ロたちと共に作戦を開始する。皇帝の住む屋敷への潜入は難なく成功。暗殺結行の時は近づいてゆく。しかし、皇帝の資室前にたどり着いた時、部屋から話し声が聞こえることに詐欺は気づく。意を決し中へ突入すると、謎の男が皇帝の前に佇んでいた。 男は詐欺と入れ違いに立ち去り、詐欺が皇帝の元に駆け寄ると、すでに皇帝は殺されていた。任務の根幹を揺るがす事態に戸惑う詐欺たち。そこへ同じ暗黒部隊の仲間たちが殺到する。だが彼らは詐欺を皇帝暗殺の容疑として処刑するという、部隊の命令で実行した任務のはずなのに、その部隊に殺されようとしている。 突然の出来事に翻弄されながらも何とか逃走する、詐欺と議論。さらに、追い打ちをかけるかのように、逃げる彼らの前に突然異形の怪物が現れる。度重なる事態。そして、この怪物との出会いが、詐欺を物語の真実へと導いていく。本作の戦闘システムについて記載する。戦闘では、マグナスと呼ばれるカードを行使して戦う。 前作の戦闘システムと大きく違うのは、デッキがパーティ共有になったことである。また、戦闘がリアルタイム制になり、防御ターンも廃止された。戦闘システムは、いわゆるアクティブタイムバトルシステムに近く、攻撃してから一定時間が経過すると、また攻撃ができるといった流れであり、攻述のようにコンボをたくさんつなげると待機時間も長くなり、 逆に少ししか攻撃しないとすぐに、また攻撃できる。また、前作は1対1でしか攻撃ができなかったが、今作では、全体攻撃も可能であり、武器、防具はアイテムとして装備し、一定回数攻撃すると壊れて、またデッキに戻るようなシステムとなったため、前作に比べて戦闘がスピーディーになった。マグナスには、精霊数という番号が付けられており、 通常攻撃に用いる技マグナスは、1、2、3の3種類に分類されている。これを1ターンにとコンボをつなげることができる。また、と間を抜かしてつなげることもできる。ただし、など、数字を逆行してつなげることはできず、のように、同じ数字を連続させることもできない。技マグナス他に装備マグナスがある。これは、武器や、防具などに分かれ、武器は攻撃力の上昇や、 属性の添加ができ、防具は防御力を上げることができる。装備、マグナスの精霊数は、0、または、なしで、このうち、0のものだけがと装備した直後に攻撃をつなげることが、できる。コンボをつなげていくと、MP ゲージの量が増加し、コンボに必殺技を組み込むことができる。必殺技マグナスにも、精霊数があり、4、5、6に分類される。 これを用いると最大デマでまで繋げることができる。また、通常の攻撃と同様に間を抜かして繋げることもできる。ただし、必殺技は MP を消費するため、一定の MP ゲージに満たないとコンボに組むことはできない。また、アイテムマグナスや戦略マグナスには精霊数がないため、コンボに組み入れることはできないので、単発で使用しなくてはならない。本編で、 主人公達が、プレイヤーに意見を求めてくる場面があり、その選択肢のどれを選ぶかによって、キャラクターとの精霊値が変化する。精霊値が高いほど、次に引くマグナスが有利なものに変化し、コンボを組むのに必要なマグナスが引けたり、HP が少ない時は回復マグナスを引くことができる。リレーコンボは、上記で記述したコンボを、最大3人まで連続して発動することができる、応用儀である。 リレーコンボを行う条件は以下の通りなお、リレーコンボは組み終わった後に、キャラクターが行動するため、マグナスを選んでいる途中にダウンさせられると繋なげなくなる。特定のコンボを組むとマグナスが干渉し、特殊な技に変化することがあり、これを EX コンボと呼ぶ、前作の SP コンボと似て、非なるものである。ありがとうございます。